もう耐えられなくなった彼は結局ジャンプ、車の事故、飛び降り自殺。しかし朝6時はまた来ます。映画友達エトモ、自己中心的でシニカルな気象キャスターフィル・コナーズ。I'm not going to be here for the 10 o'clock. Tomorrow is Groundhog Day and I'm going out to Punxsutawney. 彼は毎年2月2日になるとマーモットの日をお祝いするパンクスタウニータウンの街へ取材に行くことになっています。仕事なので仕方なく行っていますが、彼はこの記念日があまり好きではありませんでした。今年はカメラマンのレリと新しいプロデューサーのリタと一緒に行くことになりました。3人はお祭りが行われる場所パンクスタウニーへ向かいます。そして翌日、ラジオからは今日のお祭りの話が聞こえてきます。取材のためにお祭りの場所へ向かうフィル。ホームレスは気にも留めずに、偶然出会った知り合いも軽くあしらいます。あれ？笑われるフィル。マーモットの日とは、冬眠から目覚めたマーモットという動物で春の訪れを占うお祭りです。今年の春はちょっと遅れると告げたマーモット。フィルはこの形式的な取材を終えて早くこの町から離れたいと考えています。しかし外はとんでもない大雪。仕方なくホテルに戻る3人。今日はお湯も出ませんでした。そして翌日の朝、ラジオでは昨日と全く同じ内容が流れていました。昨日と同じ風景、同じ状況に遭遇します。そしてお祭りの準備で忙しいイベント会場、昨日と全く同じではないかと考えます。一体どういうことなんでしょうか。 How's that? Good. Well, it's Groundhog Day. Again? またその翌日、再び繰り返されるマーモットの日。フィルはリタに今の状況について説明しますが、彼女は全く信じてくれません。病院で検査もしますが、何の異常もありませんでした。パブでお酒を飲みながら話し合った仲間たちと一緒に車に乗った後、今の状況が好都合であるということに気づきます。どうせ同じ日が繰り返されるのであれば何をしてもいいんじゃないかと思った彼は、わざとトラブルを起こし始めます。気に入らなかった友達にパンチ。ついにバカ脱出。やりたいことをやり放題します。タバコは吸い放題、ジャンクフードも食べ放題、ナンパもやり放題です。 What's your name? Nancy Taylor. And you are? What high school did you go to? Lincoln in Pittsburgh. Nancy Taylor. Lincoln High School. I sat next to you in Mrs. Walsh's English class. Oh. Nancy, will you be my wife? Oh, Phil. お金も心配ありません。 Felix, what, did I bring out two bags or what? 今度はリタを狙うフィル。理想のタイプを聞いて作戦開始。Can I buy you a drink? For you, miss? Sweet vermouth and the rocks with a twist, please. Can I buy you a drink? Sweet vermouth, rocks with a twist, please. That's my favorite drink. Mine too. To the groundhog. I always drink to world peace.
何回も同じことを繰り返して彼女の好みを把握してその情報を使って口説こうとするフィル。 19th century French poetry. What a waste of time. 19th century French poetry. La fille qui j'aimera, que c'est bon fiera. I don't know, Bill. I don't think we should do this. Stop saying that. That's for making me care about you. 何回も挑戦しますが次々に失敗。すっかりやる気を失ってしまったフィル。What is Mexico? クイズだけは完璧です。What are the Finger Lakes? Jim, what are the Finger Lakes? Correct. From glacial clay, when entering Lake Geneva, this river is Jim. What is the road? おばさんは引いています。繰り返される時間はきっとこの時計のせいだと思って壊しても無駄でした。そろそろ限界。頭がおかしくなってしまったフィル、祭りの主人公であるマーモットを拉致して逃げます。もう耐えられなくなった彼は結局ジャンプ。しかし朝6時はまた来ます。復活。彼は様々な方法を試します。電気による感電、車の事故、飛び降り自殺、いろんな方法で自殺を試してみますが結局再び生き返るフィル。 I'm a god. I'm sorry. What was that? もう一度リタに全てのことを話します。今回はちゃんと証明するためレストランで起こることを予測してみます。レストランの全ての人を知っているフィル。They're supposed to be getting married this afternoon, but Debbie is having sex. He likes the town, he paints toy soldiers, and he's gay. She's worked here since she was 17. More than anything else in her life. リタについても全部知っています。House with boards missing from the roof. And a place used to crawl underneath to be alone. You're a sucker for French poetry and rhinestones. Maybe I should spend the rest of the day with you. リタは自分自身の目でそれを確認するため、フィルと朝まで一緒に過ごそうとするのでした。You will have forgotten all about this, and you'll treat me like a jerk again.No. What I wanted to say was, the first time I saw you, something happened to me. 果たして彼はこのタイムループから脱することができるんでしょうか。この映画は1993年に制作されたアメリカのロマンチックコメディ映画です。監督はハロルド・ライミスです。俳優としてはゴーストバスターズ、恋愛小説家などに出演し、監督を担当した代表作がこの恋はデジャブです。公開当時は興行収益7000万ドルであまり成功はしていませんでしたが、その後再評価されてより有名になり伝説になった作品です。2020年5月現在、この映画の評価はロッテントマト新鮮度 96%、 インターネットムービーデータベース評点 8.0、 メタクリティック評点72点と専門家、一般の人々の両方から高評価を受けています。この作品はタイムループジャンルの代表作です。タイムループとはタイムトラベリングを素材にした SF の怪ジャンルで、ストーリーの中で登場人物が一定の時間を繰り返し経験するという状況を指します。この作品はタイムループを最初に用いた映画ではありませんが、興行によってこのジャンルを大衆に知らしめた初期の作品だと言えます。もしこの映画が気に入ったら、タイムループを用いていて似たような雰囲気を持っている別の作品の情報も下に書いておきますので、興味がありましたら皆さんぜひご覧ください。私の絵友達になってもらえませんか。今見ている動画のすぐ下にあるチャンネル登録ボタンをギュッと押してください。そしてその横にあるベルの形の通知ボタンもギュッと押した後、設定を全てにしていただけたら嬉しいです。皆さん一人一人がこのチャンネルを続ける大きな力になりますので、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。